太宰治作駆け込み訴え。その明くる日、私たちはいよいよ憧れのエルサレムに向かい出発いたしました。大群衆、老いも若きもあの人の後に付き従い、やがてエルサレムの宮が間近になった頃、あの人は一匹の老いぼれたロバを道端で見つけて微笑してそれに打ち乗り、これこそはシオンの娘よ、恐るな、見よ、汝の王はロバの子に乗りて来たりたもうと予言されてある通りの形なのだと弟子たちに晴れがましい顔をして教えましたが、私一人はなんだか浮かぬ気持ちでありました。なんという哀れな姿であったでしょう。待ちに待った杉越の祭り、エルサレム宮に乗り込む。これがあのダビデの巫女の姿であったのか。あの人の一生の念願とした晴れの姿は、この老いぼれたロバにまたがり、とぼとぼ進む哀れな警官であったのか。私にはもはや憐憫以外のものは感じられなくなりました。実に悲惨な、愚かしい茶番狂言を見ているような気がして、ああ、もうこの人も落ち目だ。一日生き延びれば、生き延びただけ、浅はかな醜態をさらすだけだ。花はしぼまぬうちこそ花である。美しい間に切らなければならぬ。あの人を一番愛しているのは私だ。どのように人から憎まれてもいい。一日も早くあの人を殺してあげなければならぬと、私はいよいよこの辛い決心を固めるだけでありました。群衆は刻一刻とその数を増し、あの人の通る道々に赤、青、黄、色とりどりの彼らの着物を放り投げ、あるいはシュロの枝を切ってその行く道に敷き詰めてあげて、看護にどよめき迎えるのでした。かつ前に行き、後に従い、右から左からまつわりつくようにして、果ては大波のごとく、ロバとあの人を揺さぶり揺さぶり、ダビデの子にホサナ、褒むべきかな、主の御名によりて来たる者、意図高きところにてホサナ、と熱狂して、口々に歌うのでした。ペテロやヨハネやバルトロマイ、その他全部の弟子どもは、バカなやつ、すでに天国を目の前に見たかのように、まるで凱旋の将軍に付き従っているかのように、有頂天の歓喜で互いに抱き合い、涙に濡れた接吻を交わし、一徹者のペテロなど、ヨハネを抱きかかえたまま、わーわー大声で嬉し泣きに泣き崩れていました。そのありさまを見ているうちに、さすがに私もこの弟子たちと一緒に艱難を犯して不況に歩いてきた。その人苦困窮の日々を思い出し、不覚にも目頭が熱くなってきました。かくしてあの人は宮に入り、ロバから降りて、何を持ったか縄を拾い、これを振り回し、旧の境内の両替する者の台やら、歯と売る者の腰掛けやらを打ち倒し、また売り物に出ている牛、羊をも、その縄の鞭でもって、全部旧から追い出し、境内にいる大勢の商人たちに向かい、お前たち、皆出て失せろ。私の父の家を商いの家にしてはならぬと、甲高い声で怒鳴るのでした。あの優しいお方が、こんな酔っ払いのようなつまらぬ乱暴を働くとは、どうしても少し気が触れているとしか私には思われませんでした。そばの人も皆驚いて、これはどうしたことですかとあの人に尋ねると、あの人の息せき切って答えるには、お前たち、この宮を壊してしまえ、私は三日の間にまた建て直してあげるから、ということだったので、さすが愚直の弟子たちも、あまりに無鉄砲なその言葉には
信じかねてポカンとしてしまいました。けれども私は知っていました。所詮はあの人の幼い強がりに違いない。あの人の信仰とやらでもって万事ならざるはなしという気概のほどを人々に見せたかったのに違いないのです。それにしても縄の鞭を振り上げて無力な商人を追い回したりなんかして、なんてまあケチな強がりなんでしょう。あなたにできる精一杯の反抗はたったそれだけなのですか。鳩振りの腰掛けを蹴散らすだけのことなのですかと、私は便笑してお尋ねしてみたいとさえ思いました。もはやこの人はダメなのです。破れかぶれなのです。自重自愛を忘れてしまった。自分の力ではこの上もう何もできぬということをこの頃そろそろ知り始めた様子ゆえ、あまりボロの出ぬうちにわざと再市長に捕らえられ、この世からおさらばしたくなってきたのでありましょう。私はそれを思った時、はっきりあの人を諦めることができました。そうしてあんな気取り屋の坊ちゃんを、これまで一途に愛してきた私自身の愚かさをも容易に笑うことができました。やがてあの人は宮に集まる大軍の民を前にして、これまで述べた言葉のうちで一番ひどい無礼傲慢の暴言をめちゃくちゃにわめき散らしてしまったのです。さよう、確かにやけくそです。私はその姿を薄汚くさえ思いました。殺されたがってうずうずしていやがる。災いなるかな、偽善なる学者、パリサイ人よ、何じらは白く塗りたる墓に似たり、外は美しく見ゆれども、内は死人の骨と様々の汚れとに満つ。核のごとく何じらも、外は正しく見ゆれども、内は偽善と不法とにて満つるなり。蛇よ、マムシの末よ、何じらいかでゲヘナの刑罰を避けんや。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、使わされたる人々を石に手打つ者よ。面取りのその雛を翼の人に下に集むるごとく、我汝の子らを集めんとせしこと、幾たびぞや。されど、汝らは好まざりき。馬鹿なもの、ことです。奮発者だ。口真似するのさえ忌まわしい。大変なことを言うやつだ。あの人は狂ったのです。まだその他に飢饉があるの、地震が起こるの。星は空より落ち、月は光を放たず、地に満つ人の死骸の周りに、それをついばむわしが来るの。人はその時、嘆きはがみすることがあるだろうの。実にとんでもない暴言を口から出まかせに言い放ったのです。なんという思慮のないことを言うのでしょう。思い上がりも甚だしい。バカだ。身の程知らぬ、いい気なものだ。もはやあの人の罪は免れぬ。必ず十字架。それに決まった。祭司長や民の長老たちが、大祭司カヤパの中庭にこっそり集まってあの人を殺すことを決議したとか。私はそれを昨日町の物売りから聞きました。もし群衆の目の前であの人を捕らえたならば、あるいは群衆が暴動を起こすかもしれないから、あの人と弟子たちとだけのいるところを見つけて役所に知らせてくれた者には銀30を与えるということをも耳にしました。もはや猶予の時ではない。あの人はどうせ死ぬのだ。他の人の手で下役たちに引き渡すよりは私がそれをなそう。今日まで私のあの人に捧げた一筋なる愛情のこれが最後の挨拶だ。
私の義務です。私があの人を売ってやる。辛い立場だ。誰がこの私の下向きの愛の行為を正当に理解してくれることはか。いや、誰に理解されなくてもいいのだ。私の愛は純粋の愛だ。人に理解してもらうための愛ではない。そんなさもしい愛ではないのだ。私は永遠に人の憎しみを買うだろう。けれども、この純粋の愛の貪欲の前には、どんな刑罰もどんな地獄の業苦も問題ではない。私は、私の生き方を生き抜く。身震いするほどに固く決意しました。私は、密かに良き折を伺っていたのであります。いよいよ、お祭りの当日になりました。私たち指定13人は丘の上の古い料理屋の薄暗い2階座敷を借りてお祭りの宴会を開くことにいたしました。みんな食卓についていざお祭りの夕げを始めようとしたとき、あの人はつと立ち上がり黙って上着を脱いだので、私たちは一体何を始めなさるのだろうと不審に思って見ているうちに、あの人は卓の上の水がめを手に取り、その水がめの水を部屋の隅にあった小さいたらいに注ぎ入れ、それから純白の手ぬぐいをご自身の腰にまとい、たらいの水で弟子たちの足を順々に洗ってくださったのであります。弟子たちにはその理由がわからず、どう失ってうろうろするばかりでありましたけれど、私には何やらあの人の秘めた思いがわかるような気持ちでありました。あの人は寂しいのだ。極度に気が弱って、今は無知な顔面の弟子たちにさえすがりつきたい気持ちになっているのに違いない。かわいそうに。あの人は自分の逃れがたい運命を知っていたのだ。そのありさまを見ているうちに、私は突然強力なおえつが喉に突き上げてくるのを覚えた。やにわにあの人を抱きしめ、共に泣きたく思いました。おお、かわいそうにあなたを罪してなるものか。あなたはいつでも優しかった。あなたはいつでも正しかった。あなたはいつでも貧しい者の味方だった。そうしてあなたは、いつでも光るばかりに美しかった。あなたはまさしく神の御子だ。私はそれを知っています。お許しください。私はあなたを売ろうとして、この二三日、機会を狙っていたのです。もう今は嫌だ。あなたを売るなんて、なんという私は無法なことを考えていたのでしょう。ご安心なさいまし。もう今からは、500の役人、1000の兵隊が来たとても、あなたのお体に指一本触れさせることはない。あなたは今付け狙われているのです。危ない。今すぐここから逃げましょう。ペテロも来い。ヤコブも来い。ヨハネも来い。みんな来い。我らの優しい主を守り、一生長く暮らしてゆこう。と心の底からの愛の言葉が、口に出しては言えなかったけれど、胸に湧き返っておりました。今日まで感じたことのなかった一種崇高な霊感に打たれ、熱いお詫びの涙が気持ちよく、頬を伝って流れて、やがてあの人は私の足をも静かに丁寧に洗ってくだされ、腰にまとってあった手ぬぐいで柔らかく拭いて、その時の感触は、そうだ、私はあの時天国を見たのかもしれない。私の次にはピリポの足を、その次にはアンデレの足を、そして次にペテロの足を洗ってくださる順番になったのですが、ペテロはあのように愚かな正直者でありますから、不審の気持ちを隠しておくことができず、主よ、あなたはどうして私の足などお笑いになるのですと、多少不満げに口を尖らして尋ねました。
あの人は、ああ、私のすることはお前にはわかるまい。後で思い当たることもあるだろう。と穏やかに言い諭し、ペテロの足元にしゃがんだのだが、ペテロはなおも頑強にそれを拒んで、いけません。永遠に私の足などお笑いになってはなりません。もったいない。とその足を引っ込めて言い張りました。するとあの人は少し声を張り上げて、私がもしお前の足を洗わないなら、お前と私とはもう何の関係もないことになるのだ。と随分思い切った強いことを言いましたので、ペテロは大慌てに慌て、ああ、ごめんなさい。それならば私の足だけでなく、手も頭も思う存分に洗ってくださいと、平身低頭して頼み入りましたので、私は思わず吹き出してしまい、他の弟子たちもそっと微笑み、なんだか部屋が明るくなったようでした。あの人も少し笑いながら、ペテロよ、足だけ洗えばもうそれでお前の全身は清いのだ。ああ、お前だけでなく、ヤコブもヨハネもみんな汚れのない清い体になったのだ。けれども。と言いかけて、すっと腰を伸ばし、瞬時苦痛に耐えかねるような、とても悲しい目つきをなされ、すぐにその目をぎゅっと固くつぶり、つぶったままで言いました。みんなが、清ければいいのだが、はっと思った。やられた。私のことを言っているのだ。私があの人を売ろうと企んでいた寸刻以前までの暗い気持ちを見抜いていたのだ。けれどもその時は違っていたのだ。断然私は違っていたのだ。私は清くなっていたのだ。私の心は変わっていたのだ。あの人はそれを知らない。それを知らない。違う。違いますと、喉まで出かかった絶叫を、私の弱い卑屈な心が、唾を飲み込むように、飲み下してしまった。言えない。何も言えない。あの人からそう言われてみれば、私はやはり清くなっていないのかもしれないと、気弱く肯定する、悲願だ気持ちが頭をもたげ、とみるみるその卑屈の反省が、醜く黒く膨れ上がり、私の五臓六腑を駆け巡って、逆にムラムラ憤怒の念が、炎を上げて噴出したのだ。ダメだ。私はダメだ。あの人に心の底から嫌われている。売ろう。売ろう。あの人を殺そう。そうして私も共に死ぬのだ。と前からの決意に再び目覚め、私は今は完全に復讐の鬼になりました。あの人は私の内心の再び三度どんでん返して変化した大動乱にはお気づきなさることのなかった様子で、やがて上着をまとい服装を正し、二人と席に座り、実に青ざめた顔をして、私がお前たちの足を洗ってやったわけを知っているか。お前たちは私を主と称え、また死と称えているようだが、それは間違いないことだ。私はお前たちの主、または死なのに、それでもなおお前たちの足を洗ってやったのだから、お前たちも、これからは互いに仲良く足を洗い合ってやるように、心がけなければなるまい。私はお前たちといつまでも一緒にいることができないかもしれぬから、今この機会に、お前たちに模範を示してやったのだ。私のやった通りに、お前たちも行うように心がけなければならぬ。死は必ず弟子より優れたものなのだから、よく私の言うことを聞いて忘れぬようになさい。
ひどく物憂そうな口調で言って、おとなしく食事を始め、ふっと、お前たちのうちの一人が、私を売る。と顔を伏せ、うめくような虚偽なさるような苦しげの声で言い出したので、弟子たちすべてのけぞらんばかりに驚き、一斉に席を蹴って立ち、あの人の周りに集まって、おのおの、主よ、私のことですか、主よ、それは私のことですか、と罵り騒ぎ、あの人は死ぬる人のように、かすかに首を振り、私が今、その人に一つまみのパンを与えます。その人は随分不幸せな男なのです。本当に。その人は生まれてこなかった方がよかった。と意外にはっきりした語調で言って、一つまみのパンを取り、腕を伸ばし、誤たず私の口にしたと押し当てました。私ももうすでに度胸がついていたのだ。恥じるよりは憎んだ。あの人の今更ながらの意地悪さを憎んだ。このように弟子たち皆の前で公然と私を恥ずかしめるのがあの人のこれまでのしきたりなのだ。火と水と永遠に溶け合うことのない宿命が私とあいつとの間にあるのだ。犬か猫に与えるように一つまみのパンくずを私の口に押し入れて、それがあいつのせめてもの腹いせだったのか。バカなやつだ。旦那様、あいつは私にお前のなすことを速やかになせと言いました。私はすぐに料亭から走り出て、夕闇の道をひた走りに走り、ただいまここに参りました。そうして急ぎこの通り訴え申し上げました。さあ、あの人を罰してください。どうとも勝手に罰してください。捕らえて棒で殴ってすっ裸にして殺すがよい。もう私は我慢ならない。あれは嫌なやつです。ひどい人だ。私を今まであんなにいじめた。ちくしょうめ。あの人は今ケデロンの小川の彼方、ゲッセマネの園にいます。もうはやあの二階座敷の夕げも済み、弟子たちと共にゲッセマネの園に行き、今頃はきっと天へお祈りを捧げている時刻です。弟子たちの他には誰もおりません。今なら難なくあの人を捕まえることができます。ああ、小鳥が鳴いてうるさい。今夜はどうしてこんなに、野鳥の声が耳につくのでしょう。私がここへ駆け込む途中の森でも小鳥がピーチク鳴いておりました。夜にさえずる小鳥は珍しい。私は子供のような好奇心でもってその小鳥の正体を一目見たいと思いました。立ち止まって首をかしげ木々の梢を透かしてみました。ああ、私はつまらないことを言っています。ごめんください。旦那様、お支度はできましたか？ああ、楽しい、いい気持ち。今夜は私にとっても最後の夜だ。旦那様、今夜これから私とあの人と立派に肩を接して立ち並ぶ光景をよく見ておいてくださいまし。私は今夜あの人とちゃんと肩を並べて立ってみせます。あの人を恐れることはないんだ。卑下することはないんだ。私はあの人と同じ年だ。同じ優れた若い者だ。ああ、小鳥の声がうるさい。耳についてうるさい。どうしてこんなに小鳥が騒ぎ回ってるのだろう。ピーチク、ピーチク、何を騒いでいるのでしょう。おや？そのお金は、私にくださるのですか？あの、私に？30銀。なるほど。いや、
お断り申しましょう。殴られぬうちにその金引っ込めたらいいでしょう。金が欲しくて訴え出たのではないんだ。引っ込めろ。いえ、ごめんなさい。いただきましょう。そうだ。私は商人だったのだ。金銭ゆえに。私は優美なあの人からいつも軽蔑されてきたのだっけ。いただきましょう。私は所詮商人だ。癒しめられている金銭で、あの人に見事復讐してやるのだ。これが私に一番ふさわしい復讐の手段だ。ざまあみろ。銀三十であいつは売られる。私はちっとも泣いてやしない。私はあの人を愛していない。はじめからみじんも愛していなかった。はい、旦那様。私は嘘ばかり申し上げました。私は金が欲しさにあの人について歩いていたのです。おお、それに違いない。あの人がちっとも私に儲けさせてくれないと。今夜右側がついたから、そこは商人。素早く寝返りを打ったのだ。金。世の中は金だけだ。銀三十。なんと素晴らしい。いただきましょう。私はケチな商人です。欲しくてならぬ。はい。ありがとう存じます。はい。はい。申し遅れました。私の名は、商人のユダ。イスカリオテのユダ。